はい、こんにちは、ともチャンネルです。私的にはこんにちはでなくて、おはようございますなんですけど、まあ見る人にしてみれば、こんにちはなんでね、こんにちはでいきます。今日はですね、ゴールデンウィーク後の初の月曜日、ということで、5月7日ですね。はい、そして、変なアングルで撮っていると思われますけども、実はこれ、ポラロイドキューブで、車のダッシュボードにそのまま置いて、それで撮っております。なぜそんなめんどくさいことをするかというと、めんどくさいじゃない、手抜きをするかというと、ちょっと違うね、方向で今、いろいろと動画を撮るね、手探りでね、どうやって撮ろうかということを考えておりまして、で、ずっと、ライブで使っていたヨガタブ3で、動画を撮ればね、少し編集も楽なんじゃないかなとね、熱暴走もないし、車の中でね、使ってても、それなりに、まあ映ってくれるんで、まあいいかなと思って、それで動画を撮ろうと思って、三脚も何も持たずに、そして、ヨガタブ3のみで来たんですよ。そしたらですね、なんと、ヨガタブ3、どこか不具合が、あるみたいで、振動を与えると録画が止まってしまうんですよ。だから多分ね、ライブでずっと緑の画面がパッと出てたのは、その瞬間だと思うんですよね。要は録画中であれば録画止まってたであろうものが、ライブではそのまま継続されて、ただその瞬間だけワンフレームだけ緑がね、はい、もう挟まるといったね、そんな感じだったのかもしれません。ですがね、とりあえず動画の方も撮ってみようと思って、そう、何も持ってこないでね、来てしまいました。もう三脚持ってこなかったです。で、まあ三脚持ってこないと大体こういう画角になってしまうんですけども、まあ、ポラロイドキューブなら広いからね、画角がなんとかなるかなと思って今撮っております。で、ポラロイドキューブというのはね、モニターがございません。このポラロイドキューブプラスというものがこの後に発売されてるんですけども、それであれば Wi-Fi を通じてスマートフォンで画角を確認できるんですけども、私はね、まあ、それはいい、画角も広いんで、もともとね、広角なので、いらないんじゃないかなと思ってね、普通のポラロイドキューブ、普通のね、やつを買いました。そしたらね、まあやはり特に問題はありません。不具合もありません。なので楽しく使わせてもらってるんですけども。結局画面が見れないということは、撮った一発勝負ということになりますよね。あとは、間違えてボタンを押していなくて、いつもだったらね、ビープ音、ピーピーと2回録画が始まりますよっていう音が鳴るんですけども、それを聞き逃してしまって、まあ、撮れてると思ったものが全く撮れていなかったということが何回かございます。やはりそういった時はもう Wi-Fi でね、画面を確認できるのが一番、まあ確実なんですけどね。ただ、値段のね、ポラルドキューブとプラスの方の値段の格差がかなりありまして、ポラロイドキューブは1万円程度で買えるんですけど、プラスになると2万5000円ぐらいまで跳ね上がります。まあ機能がね、その分あるのでしょうがないんでしょうけどね。まあそれでも、その違いをね、まあ、考えたら、価値があるのかなということで、私はね、ポラロイド普通のやつを買ってきました。ただね、それ以外不満は全くございません。だから押した時に確認をしてやれば全くね、不具合なく撮ることができます。そしてミスもなく撮ることができますので、そこさえ気にしてちゃんと確認していれば問題ないということになります。それでですね、今日いろんな試みでこう動画を撮っていければいいなと思って、ポラロイドじゃないや、ヨガタブ3、それで撮ろうと思ったんだけど、どうも不具合が発生していますので、これはちょっと動画には使えないなという結論に達しました。
中じゃなくて据え置きだったらもしかしたらね、振動もなく動画が始まっちゃえばずっと撮りっぱなしにできるんでしょうけど、とりあえずこういった車の中ではさすがに動画の撮影までは無理そうですね。ということでいつも通り、ポラロイドキューブで撮っているんですけども、そのポラロイドキューブを撮るために、三脚をねこう角度を決めたりという三脚を忘れてしまいましたので、どうしてもダッシュボードの上に直置きになってしまいます。まあ、それもダッシュボードはね平らではございません。斜めになっておりますので、今ダッシュボードの上に滑り止めのマットを引いて、その後ろにティッシュを置いてね滑らないように、そして角度が変わらないようにしておりますけども、車の振動で多少変わってしまう可能性はございますね。で、まあそんな感じで今撮っております。まあ、だけどねそういったことでも撮れるポラロイドキューブというのはとても便利なものであります。これがコンデジだったりねデジカメだとすればまっすぐ立つことはありませんし、まあ、さらにはねバカでかい一眼レフで撮ったとしてもうまくこう置ければいいんですけどね、その重さによって車の動きがこう極端になればそれだけ G がかかってね、一眼レフが動いてしまうという可能性が大いにありますので、やはりこの軽さというねコンパクトさ軽さというのは何事にも変えられないと。そしてポラロイドキューブ、このね、真四角立方体をね、磁石マウントとなっておりますのでね、マグネットマウント。もう最悪、ダッシュボードのね、鉄板さえ貼ってあれば、それで、こう、マウントでね、固定できるという、とても便利な一面があります。だけど、やっぱり安定的に、そして、自由度の高いものであれば、やっぱり三脚をね、用意しておいた方がいいんではないかと思います。ただ三脚も、通常の、ネジは6ミリ、もしくはあれは何部だ ?5 部なのかな ?5 部ネジ。まあ1分の4って書いてあるんで多分5部でしょう。まあその大きさになりますので、マグネットマウントはつかないんですよ。なのでナットと、そしてマウントとなる磁石、鉄板を加工して、通常の三脚穴にね取り付けられるように加工したものを用意しなければなりませんけども、まあ、それさえ用意しておけばいくらでも三脚に取り付けられるということになります。まあ、もちろんね確か純正なのか純正じゃないのか分かんないんですけども、マグネットマウントのね据え置きする台みたいのがね確かありました。ただ私が買おうと思った時にはそれはなぜかね在庫切れで買うことができなかったのでそれは買っておりませんでした。まあ、それで三脚穴に固定するためのナットをこう加工して、まあ、それで鉄板をね取り付けてずっと今まで取ってたんですけど、それでもね全然不具合というのはございませんでしたね。まあそういう手軽さがありまして未だにこのポラロイドキューブ機能不足はいなりませんが、まあ取りやすい扱いやすいということで今までずっと使っております。そしてねちょっとボディの小ささからね、防風、ウィンドジャマーをね、つけることがなかなか難しいんじゃないかと思ったんですけど、よくよく考えてみれば、ウィンドジャマーというのは、要は目の前に風が直接当たらない、そんな状況を作り出してやればいいということなんで、ウィンドジャマーではなく、市販のフェルトを買ってきて、そして小さく切り取って、マイク穴を塞がないように、ホットボンドというと、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、100均で売ってるねあれですよ。最近ね言葉が出なくてどうしようもないですけども、ホットボンド、まあ、それで取り付けております。実際それでね、それが取れてしまうかというと全然そういうこともなくて普通に取れないでしっかりくっついております。ただね取ろうと思ったら簡単に取れます。綺麗に取れます。なのでね、付け替えも容易でありますのでね、そういった面では、まあ、便利なのかなと、扱いやすいところです。はい、ということでね、今回の動画は、三脚を忘れたけども、とりあえずポラロイドキューブならなんとかなるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。この動画がね、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。